最年少。続きまして、あら2回戦。鈴木くるみと、最年少の鈴木くるみと柏木由紀。より騒いちゃった AKB なんですか、騒いでいいんですよ、いいよバラエティ。息相撲2回戦は28歳アラサー柏木と15歳鈴木の最年長と最年少の対決。峯岸さんこれ珍しいんじゃないの、柏木さんこんな、なんかいや、まず私たちの世代からしたらこのゲーム新しすぎてまだ対応してないんですよ。 やってなかったの、やったことないんですよ。私たちの機種には対応していない知らないのじゃあちょっと鈴木柏木に言いたいこと言ったれ言ったれ言ったれ、おばさんには負けません。うわー言った、うわこれはショックです。言ってやんなさい、ガキに虫食わせたるわ。と両者真剣で、これはかなり熱いバトルが期待できそうと思いきや、じゃあ加えましたね。待って待って待って、笑っちゃう、私見て笑ってるご飯ですよ、ね、ちょっと今のはもう虫入ったやつよりもきつかったよね、柏木さん。さあそれでは気合い入れていきましょう、セント君 VS ご飯ですよね。ゆるキャラ対決、ゆるキャラ対決、じゃあいきますよ。はっきよい、残った、頑張れゆずり、頑張れゆずり、食わしたゆずり、食わしたゆずり、ゆずり、スチームサウナ入ってるみたいなやつ。これはすごかったね、やばかったね。これはもうこっちちょっと寄ってるから鈴木の勝ち。やったー、これはもうちょっとこっち寄って、マジでお腹痛い。あー何か出てきた、下から、最悪だ。お持ち帰りください。